優勝戦一号艇川井希選手です。よろしくお願いします。お願いします。赤版ボーターを手にここまでの戦い、船足はどう評価してますか。そうですね。節感通して足はいいんですけど、まあ村があります。ああ、それはその気象状況の変化とかでいうところですか。そうですね。まあ自分の調整。ただ外してたっていうのもありますけど。はい、調整が合えば、どんな船足ですか。まあ、行き足、出足、回り足。 はもう、かなりですね。では、明日の優勝戦、しっかりその調整を合わせる作業。そうですね。あのー、準優勝戦は。結構外してたんで。はい。しっかり合わせたいです。一マーク、だいぶ持ってってましたね。体。うん、まあ、なんか。ターンミスもあって、はい、危なかったです。じゃ、そこをしっかりと。優勝戦には行かせるように。はい。はい。ピット離れなんかは、ここまでどうですか。うん、まあ、普通ぐらいだと思います。じゃ、しっかりインコースから。はい、まあ、インコースから行きたいです。はい。 スタートの見え方はここまでいかがでしょう。まあ内側だったらわりかししっかりいけてると思います。じ、は、ゃ、い、最後にファンの皆さんに組お願いします。はい、えー、優勝を目指して頑張ります。優勝戦二号艇菊池康平選手です。よろしくお願いします。お願いします。えまずは現状仕上がり具合教えてください。はい、えー、久しぶりにとてもいい状態だと思います。 せっかくの気象状況などが変わったりしてますけれども、はい、そこにもしっかり対応できて、はい、はい、何かこう特徴っていうのを挙げるとすればどんなふうなしですか。もうそうですね、全部がいいんで特徴はないと思います、うん。はい、スタートもここまで決まってますけれども、その辺のしやすさもそうですね。はい、はい、優勝戦枠は二号艇です。えー、もう戦う準備としてはもうじゃあ微調整ぐらいでいけそうな感じ。そうですね。はい、はい、スタートも見えてて。 まあ多分大丈夫だと思います。はい、えー。オール静岡、うん、お盆に続いてはい <laughs> 今年連覇方向けてはいはい最後メッセージお願いします。はい、えー、とりあえず、えー、準備はできているんでしっかり優勝目指して頑張ります。優勝戦三号艇横澤選手です。よろしくお願いします。お願いします。 えまずは現状の船足手応えはどんなふうに感じてますかえっと節感ちょっと行き足か伸びは甘かったんですけど、えー、っと準優いいメンバーでしたし、えー、っと服部さんもいい足してたので思い切った調整したんですけどちょっと行き足、たたかなって感じでした優勝戦に向けては、うん、じゃあそそこからそうですね、うん、ちょっと1、2が抜けちゃってる感覚は、まあ、みんないいんですけどあのいいかなとは思っている評価なので、まあ、自分はこの中に入ると本当に。 普通かなって感じですね。何か思い切ったことは考えますか？えっといい方向には行ったので、うん、えっと。それをもう少し誇張して今調整してみたので、えー、っとまあ、明日の試運転で、えー、様子を見ていきたいなと思っています。枠は3号艇です。うん、コースレースのイメージなんかいかがでしょう？まあ、センターなのでね。うん、えっとどうにでもしたいんですけど、うん？うちにプレッシャー与えてもね。今度外にもありますしまあ、難しい位置なんですけど、攻めるレースはしたいなと思います。 そのためにはスタートも大事になってくると思いますがそうですね、はい、えとスローでちゃんといけたら、あのー、いいスタとトいけると思うのでまあまず明日はそこのとこは大事ですね、はい、では最後半の皆さんに意気込みお願いしますはい、えー、久しぶりに正月レース優勝戦に乗ることができました、えー、明日いいレースができるように頑張ります応援のほどお願いします優勝戦4号手松下選手ですよろしくお願いします、はい、お願いします <laughs> さあまずはモーターですが今どんな仕上がりですか。そうですねあの数字以上の動きをしてますはい。それはあのしっかりこう調整ができて。そうですねプロペラも初日から叩いてあとはもう回転調整ぐらいですはい。うんこうどうなんでしょう求めてる部分がこう仕上がってきている感じですか。そうまあ行き足とかいいですねはいあとはまあバランス取れて、うん、まあ呼ばれるところはないですねはい。でも優勝戦に向けては、うん、でもその しっかり調整を合わせて、そうですね。回転調整ぐらいです。はい。優勝戦枠は四号艇ですけれども、うん、コース、まあピットで普通ならあの枠主張で、はい。そのあたりもご不安はないですか。不安ないです。はい、はい。今節のスタートの見え方はいかがでしょう。えっとまあフライング持ってるんですけど、あのまあ見えてる時はちゃんとゼロ台後半ぐらいは行けてるんで、まあ。 ちょっと、うん、自信あるかないかっつったら、ちょっと展示次第ですね。はい。特訓、じゃ、あ展示でしっかりいければ、自信持って。はい、展示で、もうゼロ付近いければ、まあ、自信持っていけてます。はい。で、最後、優勝戦の意気込み、お願いします。はい、あの、地元戦、初 V できるように頑張ります。優勝戦、五号艇、山田裕太選手です。よろしくお願いします。さあ、まずは、現状の船足は、どんな風に感じてますか?。<laughs> そうですね。上位の、上位の一角にはいると思います。 何かこう特特徴みたいなものっていうのはありますか？うん、どっちかというと出足よりい,いかなと思ってます。はい。優勝戦に向けては何か考えるところ。ちょっとゴールデンレーサーが頭二つぐらい足出てるんで、足もゴールデンなんでね、ちょっともうちょっと考えるのかんすねなんか。 でも山田選手も近況ゴールデンの活躍ですよいやまだ、あ、ゴールデンまで行ってないですね <laughs> 全然全然もリズムはいいですよねはいありがとうございますじゃあそのリズムの乗ってはいゴールデンレーサーたちをまあやっつける戦いをスタートの見え方コンセプトいかがですかいい見え方してると思いますでは最後にファンの皆さんに興味お願いします頑張ります優勝戦六号艇伊藤選手ですよろしくお願いしますお願いします えまずは現状船足について教えてください。え全体的にしっかりしてると思います、うん。全体的にしっかりしていて、じゃあ今こう気になる部分とかっていうのはあったりしますか。うん、そうちょっと今日か今日とかまあ5日目で回転が足りないような感じだったんで、はいしっかり合わせたいですね。気象状況によってやっぱりそのあたり調整が必要になってきて、うん。はいはい。はい、<laughs> さあ、えー、優勝戦枠は6号艇ですけども、高瀬レースのイメージはいかがでしょう。 うん、まあ、ビットマナー次第で、はい、六、うん、コースだと思います。<laughs> はい、ここまで今節スタートの見え方っていうのはどうですか。え、思いっきりはいけてます。はい。では、最後にファンの皆さん、に意気込みをお願いします。はい、頑張ります。